今はおなちゃんびっくりした。赤鶴瀬ヒッポさんいらっしゃい。ジゲットありがとう。赤いふたすけさんいらっしゃい。赤ちゃんアバクさんいらっしゃい。なんか拾ってるね。売れないってことは大事なアイテムか。ネズミの尻尾上にしとこうか。赤ちゃんそらさんいらっしゃい。赤さんおちょろさんいらっしゃい。ビンマルさんいらっしゃい。のりさんいらっしゃい。デブチョコポにでも食わせておけばいい。あれだよね、魔導士にいましたもんね。確かに。あこつんあんちゃんいらっしゃい。あこつんのりとぺさんいらっしゃい。何時ですか？10時半。に聞いたことあるんだよ。1にもあったんだね。じゃあ1と同様の貴重品。12個目さんいらっしゃい。おまめいらっしゃい。本当に？あかつ14個目さんいらっしゃい。高いですね、1200円って。メインデカピタさんいらっしゃい。珍味的なやつかな、ネズミの尻尾。あ、そっか、もう出てるのでギザールの野菜もいらないか。ありがとう。ちょっと開けとこうね。ギザールの野菜。あこつ斉藤さんいらっしゃい。あこさんランダラヒロさんいらっしゃい。トムさんいらっしゃい。ステリネジロ。あこさん気まぐれさんいらっしゃい。うこついらっしゃい。なんかあのコメント一覧見て逆にまた行きたくなっちゃったよ。スタミナ。スタミナ太郎か。スタミナ二郎って。ハイポ買っときます。あとテントか。これでギュッとなっちゃった。ギュッとなったね。あ、だいぶ開いた。目薬も持ってた？うん、装備も見よう。お金ね、17万ある。バッカス、バッカスもいいか。非常口脱出でしょ？エーテルドライ。赤い牙はどっかで使うとして。はぁ、もったいないかも。連打しちゃったし。サラさん、ソシャゲやめようと思うけど、やめるにはどうすればいいかな。なんでやめたいの？お金がもったいないってこと？時間がもったいないってこと？なんか別にハマれるものあればいいけどね。なんかないかな。白い黒猫さんいらっしゃい。私は今単純に日中スマホいじれないからほとんどもうやめてしまったんだけど、いじれちゃうとやっぱスマホゲーってしちゃうのかな。酒使う？晩酌あるからいいかって思っちゃった。ゆこせさん、ジョナさんいらっしゃい。ブッキーやブッキーや。てか話聞いたっけ。赤さん、赤きびさんいらっしゃい。うん、そのまま気持ちよく寝れたらいいね。イフリートのやつ相変わらず燃えてんだろうな。チョコをしばらむ皆この限界の住人さ。あー、ガチャが気になるのやめられない。うーん、そっか。これ知ってる、ベルド陛下からいらっしゃい。ロード先輩、マットさんいらっしゃい。え、築地燃えたの？私まだ行ってないよ、築地。だから私犯人じゃない。あ、ボムっぽいのいる。リディア、よかった、帰ってきたんだね。あ、築地の近くが今燃えてるんだ。へぇー。
場外市場が燃えた。私もすごい楽しみにしてるんで、築地の海鮮丼とか。え、嘘、いけない、そんなことないでしょ、やめて、楽しみにしてるんだから。誰火つけたの、リディア、もうどこにも行かないでおくれよ。ここでセーブ。ずーっとお寿司我慢してるの食べればいいんだけど、お寿司を食べるの我慢して。築地閉鎖、火元の店舗を含む5棟約300平方メートルが焼けって書いてある。遠い？大丈夫？あら、リディア、そっちの方たちお友達？あ、近いんだね、築地から5分。ここは限界図書館、あらゆる知識の宝庫さ。海鮮丼も食べて、お寿司も食べて。グッズウィンドさんいらっしゃい。焼肉もね、行く予定なんでね。うん、この方が感動するな。ネミングウェイいるぞ。こいつは何者なんだ。ゴムの指輪を築地に届けるネミング。人間界とつながる洞窟、強き精神と体を持つ者のみ行き来できる。セシルたちのことか。今やごくわずかとなった。うん、行く行くと。東京つか、まあ、横浜なんですけどね。姉のところに行くんで。あ、こんばんは、いらっしゃい。そうみたい。大地を揺るがす巨人タイタン。その力は地を引き裂き、ほとんどのものはその地割れに飲み込まれるだろう。これは精霊の、未だ誰も知らない召喚魔法も存在するという。あら。寿司、焼肉、海鮮丼。あ、中華街、うん、いい、中華もいいな。お姉ちゃんからもハート届かないです。幻獣王、北の海より現れ、大海原の主と言われる。無敵を誇る限界の主。あ、そうだよ、オーディンとかまだ出会ってないですもんね。強いんだろうな。あ、シルフは仲間になった。力を合わせた時、その力を発揮される。中華は全く頭になかったです。あとラーメン博物館とか思ってたんだけど一回行ったんだけどね、ラーメン博物館は。おでん、ちょっと夏に。やシンさんいらっしゃい、サトスさんいらっしゃい。オーディンはまだ出会ってないよ、確か。うん、意外とヒントになってる。限界の女王アスラ、幻獣王の妻にして幻獣王への関門でもある。ここにいるってことかな。ねえ、ここにいるんだよね、多分この二人が。アスラと幻獣王。幻獣界の掟、強さとは正しき心。その強さを見極めずして、その力容易に与えるべからず。人間界にも文学はあるのか。二つの月、太古の空にはその月はたった一つだったという。洞窟に入った時にリディアなんか言ってませんでした？なんか、この道を通ってきたって言ってたから。え、それ以外なんか言ってたっけ。その昔、月より大いなるクジラがこの地に降り立った。今は竜の中で、深き眠りについている。今は竜の中で深き眠りについている。ライブラすらも通じぬ魔物たちも怪獣図鑑によってその素性を明らかにされるであろう。え、ライブ
プラじゃなくて怪獣図鑑じゃないといけない敵もいるってこと？タツラチンギンさんいらっしゃい。赤です、こんばんは。いらっしゃい。あ、エビフライのこと。うんうんうん。忍者さんいらっしゃい。なるほどね。ん？この人たちじゃない。幻獣王に話すにはアスラ王妃のお許しをいただかなければなりません。そうなんだ。ライブラの上位互換が怪獣図鑑なんだって。売ってしまった。あとサイクロンさんいらっしゃい。売ったよね。やーん、やっちゃった。セーバーね、下。下下。ただ、武器防具まだ見てないよ。なんかちょっと嫌な予感するね。あ、一個あった。武器防具見てくる。あ、あ、あるね。あ、やっぱり。アスラ様を倒さなきゃ幻獣王には話も聞いてもらえないっていうぜ。私の第7巻が働いた。ムチ、チェーンウィップ、電撃ムチ、虎鉄、妖精のロット、波動の杖、天使の矢。いらないなぁ。はぁ、あ。人間にここの武器を使いこなせるかな？誰かと思ったらリディアか。第6巻でいいんじゃない？全部いらんな。セイントソハラ。リディアじゃあすごいね、チヤホヤされたんだね。違う世界じゃ仲間が悪さしてるって言うじゃねえか。拾った後に売ったんじゃなかったか。売っちゃったかなと思って。売った後一個拾った。イージスの盾だって。とか買ってみよう。ダイヤシールドから。あ、いくらが上がった。よし。三つ。1,2,3 魔法防御が上がる。フェアさん、エルクさん、いらっしゃい。2時からゼルダの予約入ってないよ。今日？できんこともないけどさ。光のロード。上がった上がった。え、シシル、万歳しなかった？下がった。お金あったからさ。さあどっち？さあどっち？リディアの着替え用です。あまり人間を連れてくるなよリディア。これがまあ正直な感想だよね。タクです、ミコロさんいらっしゃい。なんでだと思う？裏切られました。カインがいない。やまた5人目に女子来るかもしんないから待っとくわ。きっとかわいこちゃんが来るんだよ。それか、ヤンが駆けつけてくれるか。裏切ってないよ、賞金を塗っただけ。裏切ったんです。BJP さんいらっしゃい。ヤンよりハゲてるやつが来る？いや、女子が来るはず。女子が来るんだ。いや、かわいい子ちゃん。
よし、じゃあもう一回セーブをしてアスラー王に。うん、男子が来ても女子としてそれ。でも今のタイミングで5人目？へえ、気まずくない？あれ以上どうあげるの？ルクちゃんいらっしゃい。今更仲間って言われてもな。この4人の絆はロボットかな。そうだ、月にいるロボットかもしんない。クロノトリガーみたいに。うん、そうだよ。今んとこ22だから。セーブ。あ、ほんと？台風が来てる。今何号まで来てたっけ？ 7 号。サッカー大好きなサーラーはネイマールの席で290億円どう思う？ちょっと高いかな。5号。あ、違う、違った。ちょっとね、うん、ちょっと高いと思う。図書館の地下か。すげえグズグズしてでかく出てたよ。トライコであった。もうすぐ来るのは午後。うんうん。アスラ王妃だよね。こっちだよね。女王様、久しぶりですね、リディア。あなたたちの力がいるの。手を貸しましょう。と言いたいところですが、お前たちの力を見極めねばなりません。それが幻獣界の掟。私に挑む勇気と、私を倒す力を持っていますか？残念ですが、それでは力を貸すわけにはいきません。よし、頑張ります。あ、女王様じゃなかったんだけど。プロテス、まだ投げないよ。あ、顔が回ってる。サクさん、ツーさん、トムクルリンさんいらっしゃい。強っ。ちょっと待って、スローかけ。あれで攻撃する感じか。柔らかい位置がなんか盗めるかな。キューブド。レイズ。あ、柔らかい位置。沈黙をさせるのはサイです。サイです。アスピルとか効くのかな。ちょっとやってみる。サイトロ。サイです。サイです。え、ちゃんと本当の読まないから。そっか、ヒントがあったのか。あ、効かないわな。1。うん、読んだんだけど、ちゃんと読みましたね。ちゃんと読みましたよ。初見です。はい、いらっしゃい。終わりましたよ。そうだ、怪獣図鑑だよ。そうだそうだ、きっと怪獣図鑑だよ。倒さないで。31005。弱点は特にない。相性があるのかな。シルフさんを呼ぶ。風のささやき。
回復した。首くるくる回るの法則性があるのかな。この人がプロテスをして、この人か、この人、うーん、もう一回読んできます。もう一回読んでくる。サイトロサイトロ、うん、開口どうにかしたい。どんどん硬くなってくる。ダメージは通るんだよ。ギャルだ。回るな。攻撃したら回るな。そんなに筋肉に。えい、燃やしてしまえ。赤い木が。うん、一旦帰ろう。おお、赤い木が。優しさを見せる、かばう。糖度、回復しますね。かもしれん。よく耐えましたねっていう。きっとそうだな。待つ。させるか、今の間に。リセットしなくあ、やっぱ違いますかみんなの方が折れてんじゃないかよ。じゃあ、負けるか。でもなんかセシルちゃんがちょっと三姉妹思い出すんだ。うんうんうん、いたな。回復するやつを倒したいんだけど、くるくる回ってるもんね。勝手に回るもんな。ストップをかけて、ストップって黒か。ディスペル、この顔の時にストップをかけて、死にかけ、ストップ、よしよし、今だ。変なとこでストップしちゃった。ダメみたいっすね。
右よ右よ右よ。あ、逃げれるじゃんこれ。あ、逃げられないわ。すいません。早くやっちゃって。お互いを殴るか。お互いを殴るか。ボス戦やもんね。うん。FF2 だ。FF2 だ。殴り合え。殴り合え。殴り合え。8回逃げれば回収出ますね。うっさいうっさい。殴り合いに。デイズをしてくるってことは。本読んできます。うん、もうしな。もうしな。殴らない限り殴ってこないよね。ってことは戦わない戦わないという勇気。ローザがなかなか。なかなか。ということは、こいつにケアルダをかけたら、もう一回見てきます。なんでレイズを使うのかな。多分殺したら生き返らせるから、どうしたらいいんだろう。ちょっと泣いて泣いて。ここだよね。彼女の力をうまく利用し、打ち勝った者のみが幻獣王の姿を見られることだろう。彼女の力をうまく利用する。もらうってことだよね。ふんわりしててわからん。ダメ出したいの。ダメ出したい。メーガ姉妹って私どうやって倒したっけ。ゴリランパったっけ。うん、しっかり音読しました。ちょっと待って、隣のお父ちゃんも見とく。普通に倒したよね。思いっきり読んで殴って。これだけか。